た素材感で着回しもしやすくて1枚としても着れるしインナーとしても使える。このアイテムが1990円、やばいよね。なんかユニクロ言い過ぎたいとかじゃないんだけど、あのハプニングが起きてますね。どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日はこちら、タラーンということで、ユニクロ U の先行発売でもうすでにかなり人気が出ているアイテムを3つ購入してきたので、そちらを皆さんに徹底レビューしながら、こちらのアイテムを使ったコーディネートまでも皆さんにご紹介したいと思います。では早速行ってみよう。サブタイムはい、というのは本日はですね、ユニクロ U で春夏の新作がですねもうすぐ発売されるんですが、そうした中でもうすでに発売されているアイテムがちらほらと出てきているわけですね。そうした中で T シャツとかさらにはベーシックなロン T などは、まあ、割とこう今から買うものではないな。で、先日ご紹介したコートはウィメンズだし、なんか俺は買わないって選択肢を取った方でも、このアイテムであれば割とですね、この先皆さんが購入していくアウターだったりとか、さらにはパンツに非常に相性が良く、さらには1枚で着て出かけていけるようなそんなアイテムなので、今日はそちらをご紹介したいと思います。ということでですね、今回ご紹介するアイテムがタランということで、モックネックプルオーバーでございます。3色ですね。もうシロ君が解説しているので、ユニクロのオンラインでねリリースされているものとの比較も含めながらご紹介しているので、で、あとサイズ比較も行っています。ぜひそちらの動画も合わせてご覧ください。で、今回僕はもう全部で XL サイズ選んできました。それぐらいちょっとね、シロ君の動画を見ていたらショート丈なところがちょっと気になったので、まあ様々インナーとしても使いやすいところを考えたときに着丈の部分も考えて XL で購入しました。早速ですね、着ながらご紹介したいと思います。せーの、はい、ということで来ました。何より皆さんが今注目しているのは、そう、ここのモックネックのところや、さらには袖口のたまりだと思います。めっちゃ良くない？順々にですね、僕のお気に入りポイントをご紹介していくんですが、はい、上半身見やすく均等な映像をお届けしております。源氏ですウェイヨーってぐらい始まりました。どうですか？かなりね、1枚で着ていても様になるぐらいちょっと緩やかなシルエットで、さらに首の詰まりもほとんどなくて、で、さらに袖口強くちょっと気持ち狭いリブなので、袖のね、たまにも今のねトレンドにこう非常に沿った形で、先、まあ今もちろんこの1枚出かけていくのは難しいんですが、インナーとして使えるのはもちろんのこと、1枚としても完全にね成立するようなデザインですね。さらに肩も非常に落ちていて、かつアームの入り口部分からかなり広いので、まあそういうところでかなりね人気になりそうなアイテムですよね。はい、というトレンチコートを着てみました。で、結構この先アウター着ていく上でこのようにですね、ざっくりと首元が開いたアウターなども着ていく方多くかと思います。で、あとはシャツとかもね、なんだろう、このプルオーバーの上に着ちゃう方もいると思うんですが、まあ、そうした上でこの首元をですね、このようにちょっとだけ変化を付け加えられているアイテムを選ぶことによって、他のねルーネックを合わせている中で、たまにこういったモックネックを合わせると自分自身が新鮮に感じると同時に、非常に他のコーディネートとの差別化も図れるのと、ここから見た時に非常にこう首元のシルエットだったりとかパーツの見え感がかなりよく見えるわけですよ。なんでめちゃくちゃいいと思います。はい、でさらにですね、今回僕が着ているカラーって実はこの SS から新たに追加された新色なんですね。で、こちら AW からもうすでにリリースされていたアイテムなんですが、で SS からピンクだったりとか、こういった中間色をつくような絶妙な色彩のやつがリリースされたことによって、こういったモックネックのアイテムって昔からリリースされているものの袋価格で、しかもダブルフェイスで2枚生地を使っているので、非常にタフな質感でほとんどシワのできにくい素材感なんですよね。で、なおかつ他のアイテムをより倍速でかっこよく見せてくれるような色彩がめちゃくちゃいいなというふうに思いました。これユニクロ U なんですけど、冷静にこれ2990円ぐらいかなと思ったら、なんと1990円なんですよ。これだけタフな素材感で着回しもしやすくて、1枚としても着れるしインナーとしても使える、このアイテムが1990円、やばいよね。はい、でさらに XL で選ぶことによって、こういったアウターの下からちょろっとレイヤードできるので、そこもまたかなり XL 選んでよかったのと、サイズ感がね絶妙なんだよね。シャークのこちらの映像をお借りしちゃうんですが、まあジャストサイズで選べばインナー向きに着れるし、ワンサイズ上で着たらインナーとしても少しオーバーサイズに着れるし、まあ組み立てこうやって XL と2サイズ上で選べば、皆さんが今後この先買うものが身幅が広いよって方は、中に着るものも2サイズ上で選んでいるので、自然と身幅が広くなっていくんですね。で、まあ、割と窮屈に感じないからこそ2サイズ上で選んでも、いいのかなというふうに思いました。
で、このダークグリーンの色味めっちゃいいね。トロッと出てる中で、グレーでもない、さらにグリーンでもない、なんかちょっとこう今年らしいカラーがめちゃくちゃいいなというふうに思いました。はい。さらに4月頃とか5月頃にですね、かなり暑くなってきたら、こんな感じで1枚で着ていけるし、2サイズ上で選んでるので、まあ、割とこう、まあ、肌に直接着てます。肌に直接着てるからこそ、まあ、風通しがすごくいいので、暑がりじゃない場合だったら結構長いシールに着ていけるかなっていう印象がありますね。超優秀。1990年で買えたのめっちゃいい。で、この色がもし、じゃあ人気でなかった、もしくは皆さん気に入らなかったら、その他の色味もめちゃくちゃいいんです。それがこちら、せーの。あと、すいません、これ春夏の時よりも素材感は少しね、厚くなってる。だって俺、フリマのイベントで俺洋服ほとんどあげちゃったんだよね。僕の思い違いだったら申し訳ないんですが、ナチュラルのカラーが着丈長い、もしかして。間違いないように、ちゃんとどっちも XL でした。なんですが、先ほどのね、ブルゾン着た時の着丈の長さをちょっと見比べていきたいんですが、同じブルゾンを着ています。で、そうした上で、気持ち長い感じがするんだよな。長いよね、ちょっと。なんでかは分かりません。はい。そちらもですね、気をつけながら、どう気をつけるんだって話なんだけど、ナチュラルがですね、ワンサイズ小さくてもいいかもしれません。ちょっと僕の、まあ、映像と見比べていきながら、もしかしたら XL かなり長いと思います。ナチュラルに関しては。ちょっと他のカラー着てみましょうか。そうだね。分かっちゃったよ。ナチュラルが長い。今のところ。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、同じアウターを着た上で、まあ、出る着丈の長さで言ったら、まあ、割とこれに関しては5センチから、まあ、短いところで言うと3センチ。ぐらいなんですが、さっきのナチュラルに関しては明らかに7センチ10センチぐらいは長かったと思うので、ナチュラルのカラーは気をつけてサイズ選び考えてみてください。なんか思わぬ形で別になんかユニクロ U で過ぎたいとかじゃないんだけど、ハプニングが起きてますね。はい、 XL サイズです、間違いなく。皆さん、やっぱりですね、同じハンガーにかけてみたところ、やっぱりこうちょろっと見えるかな。はい、ちょっと上を同じところで持って、ここを注目していただきたいんですが、やっぱりナチュラルの方が同じサイズ感でもね、ちょっと大きいので、すいません、現状はあまり意味が分かりませんので、まあまあまあ、ナチュラルに関してはちょっと気をつけてみてくださいという、まあ、さっきの感覚の話ではなく、比べてみたら実際にそうでしたという話でございました。まあ、そしたらね、かなりいいアイテムなので、何コーデか組みながら、さらに、ね、気づいたことがあれば皆さんにね、ご紹介していければなというふうに思います。ではですね、まず1コーデ目がこちら、せーの。はい、ということで、いきなり攻めてコーディネート組んでみました。いかがでしょうか。まあ、ちょっとね、色彩をかなり落としてコーディネートを組んでみたんですが、で、そした中でこういったレザーのブルゾンだったりとか、革靴を使っているので、こういった時はあまりこう、決まりすぎになることを避けたいんですね。で、そした中でこちらのダブルフェイスの生地感が非常にですね、柔らかくタフで、しかも何よりこのモックネックの形なんで、なんかどこか可愛らしさがあるんですよね。こういったついた色彩でも。で、そこの上に、こういったレザーのブルゾンとか合わせても、かなりかっこよくコーディネートが組めるので、めちゃくちゃおすすめでございます。はい、でもちろんね、タックインしなくても、はい、まあ、こんな感じで出してもね、非常にかっこよくコーディネートが組めるので、ニットとかをタックインするのはちょっとやりすぎだなとは思うんですが、これなんかスウェットとカットソーの中間ぐらいなんで、それをですね、タックインしてもいいのかなっていう提案でございました。それ次のコーディネートご覧いただきます。それはこちら。はい、ということで、セットアップの中にモックネックプルオーバーを入れてみました。で、セットアップの中に白の T シャツだったりとか、まあ、ロンティーなどを、まあ、入れるのは、まあ、ごく一般的なので、この2021年、より去年とは違ったセットアップコーディネートする上で必要になってくるのが、そう、こういったユニクロ U のモックネックプルオーバーのような、タフな素材感で、色味もちょっとこう、絶妙な色彩をしていて、なおかつモックネックという首元に変化のあるようなものを差し込んであげると、そう、他にはあまり見ないような、セットアップのコーディネートができるので、めちゃくちゃおすすめでございます。さらにこういったこの先ベージュだっていうかブラウンの色彩が今後来る中で、ダークグリーンの色彩がアースカラー同士でかなりコーディネートが組みやすいので、このダークグリーンめちゃくちゃ優秀ですね。このダークグリーンだけじゃなく、ナチュラルのカラーもそうですし、アースカラーだけではなくグレーとかブラックにも置いても、まあ、かなりコーディネートがしやすいので、そちらチェックしてみてください。で、もっと季節が暖かくなってきたら、先ほど重複しますが、まあ、1枚でね、出かけていけるのと、はい、まあ、時にこういったこちらオラリーのね、 21SSの新作なんだけども、通常のコートを上から羽織ってみたりとか、さらには、はい、安定的にね、黒の、まあ、ユニクロ U のこちらユニセックスで使えるコートなんですが、こういったコートを羽織ってみたり、さらには、
はい、ということで、まあ、こんな感じでオーバーめのニットだったりとかカーディガンの下に合わせることによってモックネックなのでちょびっと出ることができるんですね。で、これが割とこの丸首の上に着るニットだったりとかが詰まったデザインだと出すことがちょっと難しくなってきたり形が綺麗でなくなるんですが、まあ、こういった中にゆとりのあるものとか上に着るネックラインが綺麗なものであれば首元のレイヤードもめちゃくちゃに綺麗に映るんじゃないかなという印象があります。かなりおすすめなコーディネートでございます。はい、そして中で僕コーディネート組んでて思ったのがやっぱり2サイズ上で選ぶのはマストですね。というのも今後皆さんが選ぶようなアウターだったりとかシャツがどれぐらいの着丈かっていうのを分かりかねるところあるんですが、 DU でもユニクロ U でもその他のブランドでもこれぐらいお尻がちょっとだけ隠れるぐらいの仕丈のアウターとかねカーディガン着ていく方多いと思います。で、そことようやくバランスがよく見えてくるのがこの XL のシルエットだったので僕の身長で言うと、なのでぜひですね着丈に関しては XL ぐらいでぜひ選んでみてください。っていうのとさらにはこのモックネックはおそらく日本全国のユニクロに置いてあるのでかなり人気になることが予測されます。なので購入するとすれば合わせ方は崩したりとかさらにトレンドのアイテムを掛け合わせたりとか、まあ、他の人がこう挑戦しなさそうなコーディネートを組んであげると、まあ割とそのユニクロの1990円のプルオーバーの根付いてる印象が付けされてよりね皆さんの程よくかっこいいコーディネートが出来上がるのでよかったら挑戦してみてください。はい、というのは本日はユニクロで1990円で買える1人1枚持っていても間違いないトップスを皆さんにご紹介しました。下の概要欄に今回着用したアイテムリンク載せてありますのでよかったら下の概要欄からぜひ購入してみてください。あとシロ君の動画も貼っときますのでよかったらそちらもより詳しい詳細知りたい方はぜひチェックしてみてください。では今回の動画は少しでも参考になったらいいなと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。